和楽器バンドは日本の8人組ロックバンド。尺八、宋、津軽三味線、和太鼓の和楽器にギターベースドラムの洋楽器を加え、詩吟の師範がボーカルを担当するという編成である。デビュー前に各動画サイトでボーカロイド楽曲をカバーしたミュージックビデオが数百万再生される YouTube にアップロードされた千本桜の再生数は2019年時点で、 1> 約1億回を超えている。2013年3月、ボーカル、鈴花優子の伝統芸能をよりポップに、世界へ広げたいという思いからの呼びかけで、和風ユニットがかかずきで活動しているメンバーを中心に、新たにメンバーを集めて、鈴花優子ウィズ和楽器バンドを結成。その後ベースの白神誠志郎、三味線の総かなで、マイナスが脱退し、和楽器バンド、 6兆年と人よ物語演奏してみたの頃からベニー朝が加入する。2014年1月渋谷クラブアジアで初の単独ライブを開催しこの公演をもってバンド名を和楽器バンドへ改名することが発表された。2015年4月テレビ朝日ミュージックステーションで念願の地上波テレビ初出演と生演奏を披露。2016年1月 日本武道館にて単独ライブを開催。2017年2月、初の東京体育館単独公演を2デーズを行う。2018年1月、初の横浜アリーナ単独公演を行う。2019年1月、初の埼玉スーパーアリーナ単独公演2デーズを行う。2020年2月、和楽器バンドプレミアムシンフォニックナイトボリューム2。 ライブオーケストライン大阪城ホール2020開催。スペシャルゲストとしてエイミー・リーが参加。2017年2018年2019年。ありがとうございます。